ははい、い。します。ただいまから、令和六年年頭に当たりましての岸田内閣総理大臣の記者会見を行います。 はじめに岸総理から発言がございます皆様からのご質問はその後にお受けいたしますそれでは岸田総理よろしくお願いいたしますはい。1月1日に最大震度7あの令和6年野党半島地震が発生しましたまずお亡くなりになられた方々に心からお悔やみを申し上げますとともに被災された全ての方々に お見舞いを申し上げます例年伊勢神宮に参拝をし年頭記者会見を行っておりますが今年は震災対応のため参拝を延期いたしました震災対応については本日午前中を含め連日会見をさせていただいておりますので この会見では震災対応と並んで喫緊の課題である政治への信頼回復を中心に簡潔にお話をさせていただきたいと思います。我が国が直面する内外の状況に照らせば政治への信頼回復こそ最大かつ最優先の課題です。 うちにあってはまずは震災対応に万全を期さなければなりません多数の被災避難者がおられ避難の長期化も懸念すされる中被災者の生活となりわいをしっかりと支えていく息の長い取り組みが求められます外にあっては世界は 緊迫の度をを高める1年を迎えますウクライナ侵略イスラエル・パレスチナ情勢に加え米国大統領選をはじめ多くの国々で世界の今後を左右する可能性がある重要な国政選挙が予定されています。世界が日本の安定と 外交力の発揮を求めています日本の将来にとって、この令和6年は極めて重要な1年です。今後の10年を決める分かれ道の年を迎えたといっても過言ではないと思います。ここうした中でまず求められることは 国民の信頼をを回復し政治を安定させることです現在自民党の政策集団の政治資金パーティーに関連してそれぞれの政策集団ひいては自民党の政治資金の問題に厳しい目が向けられ国民から疑念を持たれる事態を招いていることに 自民党総裁とししてままずは心からお詫びを申し上げます検察当局による捜査が続いており、引き続き自民党としてその捜査に全面的に協力してまいりますが、同時に私自身が党の先頭に立って、国民の政治への信頼を回復すべく、 自民党の体質を刷新する取り組みを進めてまいります。来週、自民党に総裁直属の機関として。政治刷新本部、まあ、仮称でありますが。こうした本部を、まあ、立ち上げることにいたします。本、本部では、今回の、まあ、問題の原因を踏まえつつ。 再発防止を検討することとし政治資金の透明性の拡大や政策集団のあり方に関するルール作りなどを進めてまいりますえまたこうした検討に際しては政治改革を求める国民の皆さんの声も反映されるよう外部有識者の参加も得て透明性の高い 形で検討を進めてままいります1月中に中間的な取りまとめを行い自民党のガバナンス強化に反映するとともに必要があれば関連法案を提出することといたします国民の信頼回復を果たして政治を安定させ その上でで重要政策を実行してまいりますまりすすずは経済です我が国経済は30年余り続いたコストカット型経済から所得増と成長の好循環による新たな経済へ移行する大きなチャンスを迎えています。 このチャンスをつかみ取るための本丸は物価上昇を上回る賃上げの実現ですえまず全就業者の14%を占める医療福祉分野において幅広い現場で働く方々について物価に負けない公的賃上げが行われる新しい 仕組みをしっかりと動かします鍵を握る中小企業の賃上げについては赤字企業を含めた賃上げ税制の拡充や厚生取引委員会の労務費転嫁の新しい指針により全力で後押しいたしますその上で今年6月には 総計3兆円半ばの規模で所得税、住民税の定額減税を行い今年の夏の段階で賃上げと所得減税を合わせることで国民所得の伸びが物価上昇を上回る,上回る状態を確実に作ります。同時に前例のない思い思切った投資減税や 中小企業の精人化・省エネ投資の支援など賃上げの原資となる企業の稼ぐ力を強化していきます今年から始まった新ニーサによって2000兆円を超える日本の金融資産を国民所得の伸びと稼ぐ力にフルに 役立ててままいります次に少子化対策です。昨年末、子ども未来戦略を決定し、子ども一人当たりの支出を OECD トップのスウェーデン並みの手厚い子ども・子育て対策へと大幅に拡充することといたしました。社会や 職場全体で子ども・子育て世帯を応援すべく、社会の意識改革にも取り組みます。来る通常国会において、関連予算や法案を成立させた上で、引き続き、今後の日本社会の持続可能性を確かなものとすべく、挑戦してまいります。 さらに外交です。国民待遇での訪米を通じて、両国の緊密な連携を示していくとともに、日米韓、日米豪印等の枠組みでの首脳外交を通じ、パートナー国との連携を強化してまいります。中国とは首脳間をはをじめ 対話を重ね建設的で安定的な関係を構築していきますまたグローバルサウスの動向がますます重みを増す中え本年我が国が開催する太平洋島サミットやラオスでのアセアン関連首脳会議また G20 ブラジル会合など一年を通じて 日本の立ち位置を生かしたまあ戦略的かつきめ細かい首脳外交を展開していきます加えて防衛力の強化エネルギー政策の転換経済安全保障への取り組みなども待ったなしですセキュリティクリアランスサイバーセキュリティ強化にも取り組んでまいります 憲法改正の実現に向けた最大限の取り組みも必要です。自民党総裁として申し上げれば、自分の総裁任期中に改正を実現したいとの思いに変わりはなく、議論を前進させるべく、最大限努力をしたいと考えています。今年は 条文案の具体化ををを進め党派を超えた議論を加速してままいります政権発足以来2年先送りできない課題に一つ一つ答えを示してきましたこれまで積み重ねてきた成果を形にして国民の皆さんに実感していただく こうした一年とするためあらゆる手立てを尽くしてまいります冒頭私からは以上です